どうもコバヤンです。10月15日のメンテ、事前予告ではサマー祭りの準備任務とハロウィンモードの軽めのメンテかと思ったら、予想以上にいろいろなアップデートが実装されましたので見ていきたいと思います。まずはカンムス関係のアップデートです。親潮会の実装、今年中にあるカゲロウ型の会員改装も実装予定から1週間後に実装とは予想できなかったですね。改装レベルは74、改装には改装設計図と開発資材20個消費します。カゲロウ型の改装がカゲロウが70、白縫いが72、黒潮73と順番に要求レベルが1ずつ上がってますね。カゲロウは70だから1ではないんですが、ありがとうございます、司令。対戦兵装も大切ですよね。回からの変更点ですが、まずステータスの上昇ですね。全部上がってるかな。耐久プラス1、火力プラス18、装甲プラス5、雷装プラス11、体育プラス18、対戦プラス2、運の初期値がプラス7。対戦はカゲロウ型はそこまで上がりませんが、他のステータスはかなり上昇してますね。そしてカゲロウ型会員の特徴である中型バルジが装備可能。さらに特認識内科艇も装備可能に。黒潮会員とほぼ同じ性能になりましたね。ステータスを見比べても、ほとんど同じ感じかなと思います。どっちかが1高いとかそんなレベルですね。装備ボーナスもカゲロウ型会員のボーナスが適用されます。まあ主に 12.7 センチ連装砲 C 型会員、D 型会員、あとは電炭とのシナジー。あと、4連装酸素魚雷の攻撃型などですね。まあそんな親潮会員なんですが、改装レベルは最近の中では低めですが、改装設計図の消費を考えると、まあ、やはり駆逐艦としては優先度低めになってしまうのかなと思います。他のカゲロウ型買い荷ができてないのであれば、親潮より先にカゲロウとか黒潮とか知らない、そっちの方を改装した方がいいかなと思います。次に行きますが、こちらは情報修正ですが、初霜買い荷にダイハツ系統、艦隊司令部施設、大型電炭が装備可能になりました。ステータスは変更なしですね。深いところで霞海にオツから特認識内科艇が装備できなくなったっていう感じですかね。もともと運も高くカットイカンとして使えてたのが、今後は輸送や索敵要員としても活躍できそうです。次にもう一個情報修正なんですが、コロラドの特殊砲撃の条件が緩和されました。以前は2、3番艦が中波以下になると発動しなかったのが、情報修正で中波でも発動するようになりました。コロラド自身が中波以下になると発動しないのは変更ないですね。以前よりは使いやすくなりましたが、戦艦3隻編成の条件が相変わらずきついので、まあ、立場は変わらないかなと。また2番艦にゴスロ戦艦で特定の条件で3番艦のダメージが上がる謎仕様は今回修正されました。やはりあれは不具合だったということになりますね。次に装備関連のアップデートを見ていきたいと思います。まず一つ目が、陣痛会に非兵会に会に兵を機関で単小刀の開発が可能になりました。開発の理論値は廃棄数の10倍になるので、単小刀は廃棄で高材値防棄値なので最低値で理論上は開発可能だとは思いますが、まあ、実際やってみて最低値だとちょっと開発できなかったので、防機を11、その他10で開発したらなんかサクッと作ることができました。鋼材化防機をちょっと増やした方が開発しやすいかなと思います。次が一部の機銃の開発率アップです。神風型を機関で開発で 7.7mm 機銃、無敵型を機関で開発することで 12.7mm 単装機銃、吹雪型を機関で開発で 25mm 単装機銃、それぞれが開発率アップします。実際開発してみたらかなり機銃出やすくなったと感じました。ダイハツの回収に機銃が必要で、いざ回収しようとすると機銃が足りないことがありましたが、今回のこのアップデートでこれは解消されましたね。まあ、できれば分身砲の開発率もアップしてほしかったなぁと思います。それとこれは細かな点なんですが、 7.7mm 機銃と 12.7mm 単装機銃の装備グラが変更になっています。まあ、比べてみると、まあ、変更後の機銃のグラがリアル感ちょっと出てるんですかね。そして妖精さんがデフォルメ感増した感じですかね。次が装甲艇 AB 艇の開始の実装です。星1からの素材が 25mm 単装機銃1個で、星6から2式 12cm 迫撃砲火1個です。回収は星6までは今回開発率アップもあり難しくはないですが、星6以降迫撃砲回が必要で、迫撃砲回の回収とか更新をしなければ素材が残ってると思うので、
まあ回収やれる人はできるのかなと思います。自分は迫撃砲を回収更新して処分していたので、ちょっと回収マックスはしばらくお預けになりますね。装甲艇 ABT は今回任務で1個入手できますが、ダイハツの陸戦隊の回収マックスからの装備入手なので、安易に任務を達成してしまうと回収した陸戦隊がなくなり弱体化してしまうので、そこは注意ですかね。次がレーベツバイ、ビスマルクツバイ、プリンツカイの改装初期装備の機銃の開始の実装ですね。今後この装備更新も実装しそうではあるんですが、現状装備自体の手札も高くないので、これは回収する必要ないかなと思います。そしてもう一つが96式艦船から96式艦船海への更新です。また96式艦船海の開始の実装、春日丸の初期装備で持ってくる艦船で精度も高くないので、今のところこれも回収する必要ないですね。まあ今後任務なので回収マックスが必要になった時が来たらってとこですかね。そして4つ目が一式立候の回収更新の実装です。更新で一式立候2型候にできるようになりました。回収素材、星1からが99式艦爆2個で、星6から97式艦攻2個、そして更新に0式艦船21型2個。回収素材は入手しやすい装備なので、一応量産も現実的ではありますね。飛竜を飛竜熟練にする際の更新素材にもなるので、これで更新したい時の素材足りない問題も解消されました。陸攻で唯一の行動半径10なので、量産すれば半径10のマスでも陸攻読んで送れるようにできますね。まあただそこまで使うかどうか不明なんですが、最後にその他のアップデートを見ていきます。一部の任務でアメリカ艦やイギリス艦指定の任務で、直近で実装された艦も指定艦として適用されるようになりました。まだ任務終わってない方は編成の選択肢が増えたので、多少攻略しやすくなったのではないかと思います。そしてこれが最後ですね。期間限定ドロップの追加、山風と親潮と浜波が新しく限定ドロップ追加されました。山風はもともと一ノ瀬さんに追加されていたのですが、まあ、今回このツイート見る限りだと、もしかしたら一ノ瀬どこかに追加されているかもしれません。ちょっとこれが確認できなかったです。親潮と浜波は 2-4 でドロップが確認されています。持ってない方は掘りに行ってみるのもいいかもしれません。また山風は七野さんの第2ボス、親潮は 7-1 の C マスでもドロップします。個人的に山風は七野さんの第1ゲージで掘ったので、そっちの方が個人的にはおすすめです。解剖艦もドロップするので。親潮の 7-1 の C マスは結構敵の編成制空も高くて強いので、まあ掘るなら 2-4 の方がいいのではないかなと思います。ということで、なかなかボリュームのあった10月15日のアップデート内容のまとめは以上になります。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしく。